金どうして何に使ってるんですか。何も使ってなくて、じゃあ本当にお金持ってるんですか。まあ本当税金払ったりとかね、半分ぐらい取られて、そうです、あのじゃあ何億5000万残って、でも私全く物欲とかがなくて何にも使わないです。逆に使い方を教えてもらいたいぐらい。なんだろうな、家買ったりとかね。あ、家買ったり、そう、そんな儲かってるんですね。はい、すごい。じゃあ OL やんなくていいじゃないですか。あ、ずっと OL はもうなんか自分の決まりとしてそれを やってるから今の売り上げがあると思って、そのコンテンツを楽しみにしてもらえてるって思ってるので、うん、OL の仕事はずっとやり続けるっていうのを決めてます。なんか水会社の人は知らないですか。いや、バレたりはたまにしてるんですけど、もう今は結構リモートなので、 そうなんですか。あんまりそこまで突っ込まれないです。生々しいです、ね、生々しいかもしれないです。でもそんなわけないですね。はい、すごっ、うん、なんか私の中で YouTuber さんってもっと稼いでるイメージなんですけど。いや、そんな稼いでないと。今までいろんな人に聞いたんですけど、そこまで、みんなすごく稼いでるけど、そこまでじゃない。あ、そうなんですか。なんかじゃあやっぱりピンクピーは売れるのかもしれないです。あと誘導がうまいんじゃないですかね。あ、これって競合の人出てこないですか。同じように真似して同じことやろうとする人いないと、はい、今はいっぱいいるみたいです。ただ多分今やっても伸びるビジネスではないので、やっぱ最初にやった人が勝ちかなっていう。先行者利益ですね。そうですね。